始まりました。こんばんは。サロンデスケン第2回目、です。今日モデレーターを務めさせていただく古川と申します。よろしくお願いします。まずはサロンデスケンって何かという話をちょっとしないといけないんですね。してください。はい。実はですね、今日お話しいただく澤さんが中心になって、大月に健康荘というですね、ちょっと古民家を、借りてなんかしようよって話があって、そこに参加した私、古川と、今日もいます、川村さん、デザイナーの川村さんと、澤さんと3人で、さらにですね、なんか、健康荘を中心に何か情報を発信したり、いろいろ議論できる場所、作れたらいいなということで、始めたものです。というわけで、もう早速なんですけど、澤さんにですね、今日のバトンを渡したいと思うんですが、今日はですね、今日は数学の気持ちっていう、なんかテーマなんですけども、はい、いいですかね。ちょっとじゃあ、澤さんによろしくお願いします。はい。はい、じゃあ、澤と申します。直之と申します。よろしくお願いします。声聞こえてますかね、皆さん。大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。実は古川さんは建築家で、川村さんはデザイナーで、私は一応昔数学をやっていたといっても、卒業してからもう30年ぐらい経っているので、相当過去な感じなんですけど、まあ前回デザインの話をちょっとやって、で、まあ今回はじゃあ数学やりますか、みたいな話に、なったのは良かったんですけど、なんか数学の難しい話をやると多分誰もわからないし、つまんないし、でなんか数学の気持ちをちょっと語ってみようかなと思っています。でちょっとごめんなさい、スライドを少し見ながら、多分このスライドを見ながら川村さんとか、古川さんが何か突っ込んでくると思いますので、その辺を話していきたいかなと思います。私三重県の伊勢市というところで生まれて、これ伊勢神宮の中ですね。ちょっとそこら辺から撮ってきた写真なんで、いつの写真なのかわかんないんですけど、すごい綺麗なんですよね。で、実は、ね、共有がされてないですね。共有がされてない。あ、ちょっと待ってください。はい、共有をしなきゃいけない。ちょっと待ってくださいね。これだ。これで共有されてますか？はい、大丈夫ですか？されてます。はい、はい、すいません。失礼しました。三重県の伊勢市というところで生まれて、まあ皆さんも伊勢神宮ぐらいは知ってるかなと思うんですけど、藤原正彦さんの何でしたっけ、国家の品格でしたっけ、という本にも出てくると思うんですけど、結構数学を、なんか得意な人が生まれたって、まあめっちゃ有名な数学者の人たちですけど、結構近くに綺麗なものがいっぱいあるんだとかいう話があるんですね。なんかその数学ってなんかいろんなもののバランスとか形とか、なんかそんなものが実はちゃんとこう見えてるってことがすごく実は大事なんじゃないかなみたいなことを、実はなんか根本のところにありそうだなと思ってます。で、今日はなんか数学の話と算数の話と両方何が違うのかとか、ちょっとそんな話もしてみようかなと思ってるんですけど、なんか数学ってどっちかっていうと、なんか物の見方みたいなものだという感じがしてて、皆さんはなんかすごい計算いっぱいやるぞみたいなイメージがあって、なんか数式をうじゃうじゃ書いてみたいなことを思っておられるかもしれないですけど、今日はちょっとそんな話じゃないよっていう話ができたらいいなと思っています。はい、はい、次のかな。で、今日の目標神様が見えるようになる、ね、いやいや、数学からいきなり神様が出てくるってこういう。そうなんですよね。これ結構でも大事ですね。僕も結構長い間郵政省という役所ので仕事をしてたんですけど、結構仕事の途中に神様が見えないから今日は帰るとか言って帰って、みんな部下がいなくなるっていう怪しい時間があったりとかするんですけど、結構神様を見るってのは大事だなと思っていまして、ただまあ今日はですね、なかなか見えるっていうのは難しいので、まあ、神様の気持ちをちょっと知っていくみたいなのが実は数学なんだっていう話をちょっとできたらいいかなと思っています。という感じです。で、これ今日ちょっと本当はものすごい枚数のスライドがあって、1日がかりでやるんですけど、これって今から2年前ですかね、島根県の江津市っていうところで、実は江津来大学っていう市民大学があるんですけど、まあそこで数学の講義ではなくて、数学というものが何なのかということをみんなに分かってもらうっていう講座をやってくれということを、そのマスターですかね、その大学、市民大学のマスターの方から言われて、いきなり神様の
証明とかいう副題をつけられちゃったんで、こんなスライドになってるんですけど、意外と神様の気持ちになるっていうのはいいかもなと思って、今日そんな話をしたいと思っています。はい。そういう意味では、なんかこう目線を高くするとかね、まあ、それが数学ですみたいな、うん、こんな感じかなと思って。なんかこの辺まで突っ込むとこありますかね、ないですかね、先行ってみます。で、よくこれ、まあ、知ってる方は知ってると思うんですけど、算数と数学の違いっていうのですね。これ後ろにうっすら映ってるやつって、古川さん何だか分かります？いやー、何だろう、橋ですよね、橋ですよね。川村さん知ってます？知らないですか？いや、分かんないですね、外国ですね、これ。外国ですね、明らかに。外国ですね。橋ですね。これですね、ケンブリッジにある数学橋っていう橋なんですよね。こんな名前の。そう。でこれ数学、そう。それでわざわざここまで写真を撮りに行ったっていうですね、ケンブリッジの。で、数学と、算数と数学の違いなんですけど、あれ、これどうですかね、なんか、川村さん的になんか、どんな感じですかね。なんかわかります？高校までが、あれ違う中学、あ、じゃあ、小学校までが算数で。そうですね。はいはい。って言いますね。中学から数学っていう。そうなんですよ。習う時期ですかね。そんなことはないよねって感じですよね、別にね。まあそうなんですけど、要するにこれ字の違いですよね。算と学の違いってことなんですけど、で、これ、まあ何なのかなっていうことで、自分なりこれ僕の解釈といろんな本読んだ、まあ結構受け売りなんですけど、算数って英語でカリキュレーションって言いますよね。で、要するにカルクってこれ石のことなんですよ、石。だから石で数えることですね。まあ皆さんは指で数えたりもすると思うんですけど、昔は石で数えてたり、木の枝で数えてたりとかいろいろしてたんですよ。要するに数を数えることが算数ですっていうことですね。で、数学っていうのはマスマティクスって英語で言いますけど、もともとはラテン語というかギリシャ語というのがマテマタっていう言葉らしいんですけど、これってその学ばれるべきものっていうなんかちょっとすごい哲学的な難しい言葉、うん、で、なんかこういろいろものの本を読むと、マスマティクスを数学って訳しちゃった明治の人がダメだったんじゃないかってよく言われるんです。本来はもっと広いエリアの話で、そのちょっと下の丸三のとこに書いてありますけど、もともとはそのマセマタって言ってる時代のものっていうのは天文学とか幾何学とか数論ってまあ整数論ですよね、数の役割みたいな、あと音楽も実は入ってるんですよね、うん、音楽って弦なんですか、弦の長さ半分にすると倍にオクターブになるとかいろいろあるじゃないですか、半分にすると3分の1にすると4分の1にするとって言ってその調和する音が流れますけど、まあそういう音楽みたいなものが大事なんですということで、もともとその学ばれるべきものって、もともとはその国を治めるために必要な要素、まあそれまでなんとなく感覚的に多分その当時だった王様なんだと思うんですけど、感覚的に政治が行われてみたものをもうちょっとちゃんとその数とか量をで物事を測りながら、国を治めていった方がいいですよね。だから感覚的に考えるんじゃなくて思考をしましょう。その思考をやるには数と量っていうものをしっかりと捉えましょうっていう。まあそういうことっていうのがすごく大事なんですよというようなところを言っていたのが、まあ、ギリシャ時代のマスマティクスのそもそもの意味だったっていうので。じゃあこれはあれですか、ネーミングがダメだってことですかね。てかまあその日本の人が途中で数学って訳しちゃったからダメなんでしょうね。これネーミング変えたらもっと親しみやすいものになったりとか。そうそうか、数学をブランディングしてあげるときにこのネーミングをちょっといいこと言いますね。さすがデザイナーいいこと言いますね。またちょっと違う見方が変わったりとか。そうハードルが下がったりするかもしれないですね。そうなんかそのそうなんですよ。だからなんか世の中的にはなんか数学って一回わからなくなるとなんか挫折感満載な、なんか科目じゃないですか。名前がダメです。なんかこうそうなんかその市民大学の時も実は数学が好きな人嫌いな人、得意な人増えてな人っていうのでちょっとアンケート取ったっていうか名札の色を変えてもらったんですね実は。それで、なんかもう嫌な人たちって本当にもう聞くだけでも嫌だみたいな感じになっちゃって、なんかもうその自分が数学やってたからなんか寂しいなと思うんですよね。なんかこう嫌いな人が増えちゃう、うん。うん。だからなんかもうちょっとこう楽しいブランディングをしてくれるといいなっていう。これ数っていう感じがダメなのかな今ちょっと思ったんだけど。なんか算数でまずなんかこう苦手意識が出て、その数っていう感じを、もっと優しいものに言ったらいいんだろう、でも。
この時間内に、この時間内で考えてみます。素晴らしい。じゃあ、なんか3回目のこれの、あれですね、時になんかその辺が発表されるか。数学をの新しいネーミングを考えます。いや、だから意外とその、なんていうんですか、その後の歴史の中でも、やっぱりその政治の世界、エカテリーナだったかな、なんかその数学者をちゃんと、やっぱり政治の中に入れなきゃダメだって言ってる皇帝とかいるんですよね。なんか哲学者とかそういう人たちじゃなくて、やっぱり数をちゃんと把握できる人っていうのを政治の世界に入れとかないと、行政、政治ですかね、ダメだって言ってる人は結構いるので、なんかもうちょっとその数学、まあ僕もその数学科というところ出たので、数学科の人たちにもよくお話をするんですけど、もっとその世の中に使えるっていうか、役割を持つものだから、もっと出てきてもらった方がいいんですけどねっていう話をよくすることがあるんですよね。うん。うん。で、まあ、そういう意味ではちょっと流行ったですね。ADPM って、そのエビデンスでちゃんと政策を決めましょうって、ちょっとまあ、この3年ぐらい言われるようになりましたけど、ABPM のことっていうのが実はまあ、もともと言ってた学ばれるべきものに近いのかなって最近思っていたり。ただ、この ABPM っていう言葉もなんかアンケート取ると 3% ぐらいの人しか知らないとかいう議論もあるので、まあ、意外と知られてないんですけど、まあ、やっと行政がその感覚じゃなくて、その数とか量っていうのをまあ捉えられるようになってきたっていうのはすごくいいのかなと思います。まあね、ちょっとすごい最近ブームになりましたけど、新日本なんていう本もどっちかというとエビデンスの話を書いてる本で、まあ、最後の方になるとちょっと違う話になっちゃうんですけど、でもそのエビデンスの話っていうのは意外と大事だっていうのは数学とつながってるかなと思います。で、あとですね、なんかその数学って皆さんなんかこう小学校から算数から数学ってすごい習うんですけど、学ぶんですけど、これ見てるとですね、その中学校になって数学になってピタゴラスの定理とかも出てくるんですけど、ユークリッド幾何学とか出てくるんですけど、紀元前ですからね、やってることが。令和の時代になって習ってることは実は紀元前って意外と知られてないんですけど、なんか結構古い話をやってますね。だから日本で国語だと漢文とか古文とかなんでやんなきゃいけないんだみたいな議論がよく出てくるんですけど、習ってることが実は紀元前って意外とビビるなみたいな話なんです。僕も自分で調べてて結構古いなこれって思ったんですけど、やっと高校の今どうなんですかね、高校2年生ぐらいで微積分法って習うんですかね。微積分法ですら1642年ですから、江戸時代の前期ですよねこれ。だからちょうどこの後ろにうっすら映ってるのニュートンの木、リンゴの木なんですけど、結構古いですよねっていうのが実は結構数学の世界で、もうその後のフェルマーとかオイラーとかガウスとかってまあ出てきますけど、まあそれでも1700年代ですから、結構数学で皆さんその学校で習ってることって相当基礎的なことで古いことを習ってる。これも意外と皆さん知らないでやってるんじゃないかなと、思ったりしますということですかね。まあこんな話です。で、ただ、こういうのもでもブランディングなんじゃないですか。ネーミングやっぱり考えるときに重要なんじゃないですか、川村さんね。こんな古臭いことを僕ら実はやってんだよみたいな、ね。そうですね。脈々とこう続いてる歴史があるとですね、だから数学っていうのは多分紀元前のものかもしれないね。いやでもなんかそこまで古いことをやってるってやっぱりその必要だからだと思うんですよね。なるほど。はい。だしなんていうのかな、数学の一番面白いっていうか一番僕はいいなと思うところなんですけど、絶対証明したらそれが正しいんですよね。後になってそれが変わっちゃうってことはまずないっていうところがあって、やっぱりまあ証明されてこうだったら絶対それは 100% 正しいになるっていうところがあるんで、まあ他のものってなんか哲学でも何でもこうフラ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 いろいろ変われる要素があると思うんですけど、数学だけは一回証明してこれが正しいと決まったものはまあ変わらないっていう、そのすごい安心感があったりするので、まあその辺がやっぱり長く続けられた理由なのかなっていうことでもあると思うし、いろんなものを考える、まあもともとマスマティクスっていうのはそのものを考えるための基礎的な思考法ですよみたいな話をさっきちょっとしたと思うんですけど、まあそういう基本的な概念っていうことだから、すごくまあ安心感もあれば歴史的にも変わらないし、まあそういういろんなものを決めていくときの基準にもなり得るっていう、まあそういうもんだっていうふうに捉えてもらうといいのかなと思っていますということですかね。そういう意味ではまあ感覚っていうよりは数とか量で改めて物事をしっかり考えましょうみたいなこと
ていうのをまあ大事にしましょうっていうのが数学ですっていうふうに僕はまあ考えていて、まあ、あの算数っていうなんか計算するってことが重き置かれてる、まあ、算数とはちょっと違って数学ということで物事を考えるということになるっていう、まあ、そういう意味ではあの結構数学やってる人の特徴なんですけど、あの結構口癖で必ず本当にそうかなとか本当にそうなのとかなぜとかっていうのをすごい言う人が多いです。これは結構あの数学やってる人の特徴 で必ず A だって思ったら A じゃないときはどうなのかっていうのを考えたくなる癖があるんですね。まあ、これ結構数学やってる人の特徴かなと思うんですけど、こういうのってどうですかね、建築とかあのデザインの人とかデザイナーさんとかあんまりこういうのないですかね。いやでも常識を疑うところからスタートするとかいうことと関係ありますかね。ちょっとあみんながこうだと思ってるところ少しずらしてあげたりする。ああ、それなんか河村さんよく言いますよね。はい、アイディアが生まれることもある。はい、はい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 。でもそれはそうなのかな。なんかちょっと脱線気味になっちゃうんですけど、実はその最近僕その教育の話によく関わってるんですけど、なんかその自ら考えて行動する子供っていう時に大事なのが批判的な思考を持つかどうかなんだそうですよ、実は。あの本当にそうなのかな、まさにこの本当にそうかなとかっていうのって批判的思考っていうことになる。あ、批判的思考の話は最近 Facebook で話題になってましたね。日本の教育はその批判を促すような教育をしてませんみたいなね、うん、圧倒的にダメだよみたいな話、ダメっていうかな、うんうん、でその批判って多分前回ね河村さんがデザインの話でこうなんかしらみつぶしに可能性を考えていくみたいな話とか、実はこの今僕がバックにしているこの僕らのサロンデスケンのねロゴデザインも河村さんが作ってくださったんだけど、こう可能性とかね、もういかにこう客観的に俯瞰的にそれをこう捉えられるかっていうのをかなりこう試行錯誤されていて、なんかそういうアプローチがそのなんか数学的、もしかしたら数学的っていう話になってくるのかなと思ったり、で実は建築なんかも、答えって一つしかないわけじゃなくて、もう無限大に答えがある中で、俯瞰的に、できるだけ俯瞰的に見て、一番間違い、正しいものは何かっていうのをやっぱ考えるっていうのは、必ずやってたりはするんですね。うん、だからもっともっとだから遠いんだよね。遠いっていうか、その俯瞰する、宇宙まで行って、宇宙から地球を見てるぐらいの多分、感じなのかなと思ってる。うん、で、Google Earthぐらいじゃないよね、みたいな。なんかちょっと誰だったか忘れちゃったんですけど、その科学者っていうのは鳥の目線の人とカエルの目線の人がいるみたいな話があって、数学をやってる人ってのは鳥の目線ですよねって、要するに俯瞰的な目線っていうことでものを考える、うん、であの物理とかっていう人はどっちかっていうと、そのなんていうかカエルの目線で、別にカエルが悪いって言ってるわけじゃないですけど、すごくその小さいところをじっくり分析していくみたいな、なんかそういう力を持ってる人が実はその物理とかの人ですよねみたいなことを言ってる有名な数学者、ちょっと名前忘れちゃって申し訳ないですけど、がいたりとかして、まあ、そういう意味ではその俯瞰的に見るっていうこととか批判的な思考とかっていうのは、実は数学をやってると意外とあのよく出てくるというか、大事に身につくような要素かなと思うんで、まあ、そういう意味ではその数学っていうのをあのなんていうかな、ちょっと一回苦手になっちゃったからドロップアウトしちゃうみたいな教育にならないようにはぜひした方がいいんじゃないかなと僕なんかは思っていたりちょっとしたりしてますね。なんか数学の人はカエルの目線はないんですか？なんか例えば建築とかデザインは多分両方持ってなきゃダメだと思う。そうですね。ディティールも結構こだわってるんで、カエルの目線も十分やっぱりあると思うんですよね。あの紙の質感がとか。ああ、でもちょっとあのもちろんあの全部が全部鳥ってことじゃなくて、カエルの目線もあるような気がするんですけど、なんかあの物が数学が解けるときっていうのはあんまり分析的なっていうか、そのなんて言ったらいいんだろう、すごいこう、解像度高くしてやってる感じは実はないんですよね、正直なところ。そうなんです。なんか解けるなっていうときは一瞬にしてバーッと全部が見えるっていう感じがするので。解像度の概念が違う、もしかして。なんだろう、あーかな、解像度低いとも思えないよね、なんか数学の。でもどっちかっていうと広い目線の方に行くことの方が多いですね、なんかね。本当ですか。はい、あの解くっていう作業自体はもしかしたらそのちょっとこうなんていうのかな、解像度高めるっていうか、なんかこう微に理細に理っぽいところあるかもしれないですけど、全体の概念がどうなってるのかみたいな話を考えてることの方が数学やってる人は多いような気がするので、あの計算を一生懸命やるっていう世界とはちょっと違うかなっていう感じがします。
ね、うん、だから建築もデザインもなんか、うん、あの最終的なアウトプットっていうかあの作品を作んなきゃいけないので多分どっちもバランスよく持ってないとなんかダメで、まあまあ、例えばデッサンなんかもそうなんですけど、うん、あの最初からディテールばっかり描いてると多分形狂うんで、うん、あの常に立ち上がってこう距離を置いて引いてみて顔が合ってるかなと思いながらまた近づいてディティール描いてみてその繰り返しをやっていく作業なんですけ ど、 なんかデッサンは両方の目線が鳥の目線と彼の目線がやっぱりいるように、うん、建築もデザインも多分両方バランスよくな持ってる。あのさっき今川村さんが言われたみたいにねアウトプットっていう物をね物を僕ら最終的に出さなくちゃいけないから そこに必ず戻っとかなくちゃいけないわけですよ、うんうん、あのね、抽象的に解けばいいっていうことはなくて、うん、まあそういう問題もあるんだけどね建築でもデザインでもあるんだけど最終的に物に戻っとかなくちゃいけないんでその行ったり来たりは僕らはやっぱりしてると思うのね。なるほどね。なるほど。数学はじゃあどう解くかっていう解き方をいかにそうさっき思った解き方の解像度を上げていくのかなと思ったの、うんなんかね解くっていうよりは概念を作ってることの方が多い感じがするんですよね。だから なんかいろんなものを見るときに A ならば B っていうふうに例えばなんとか定式化されちゃうとみんな A ならば B っていうものは同じもので整理できちゃうなみたいな、どっちかというとそういう抽象化して束ねるっていう作業がすごく多いので、うん、あそうかそうかちょっとあれですかね、あ、何でもいいんですけど数学科の人は算数苦手ですって話がちょっとあるんですけどあの特に暗算全くできないですね。あの 指で数えててもいまいち間違ったりしてて、郵政時代にすごいあの数字を間違えて怒られたことがあるんですけど、まあ、どうでもいいですね。あの単純化みたいな話があって、その、まあ、そういうこと3つのリンゴと3つのみかんって違うものじゃないですか。だけど、あの数学やってる人は3という数字に意味があるだけで、リンゴやみかんは関係ないんですね。はっきり言ってしまうと。だから、そういう感覚ってなんか、あのなんていうのかな、多分建築の人方とかデザイナーさんっていうのはやっぱり現実のものがあってそれを表現するところに最後行かなきゃいけないから一つ一つのもの例えばリンゴだったらリンゴみかんならみかんっていうのが必ずついて回ってるんだと思うんですけど数学ってそういうとこどん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 落としていって概念として整理しようとするからだからあんまりそのカエルの目線がゼロじゃないと思いますけど、うん、どっちかって鳥の目線に行っちゃうんだろうなって気がするんですよね、うん、であとね、点の面積なんかの話も点々面積ゼロってことになってるんですけど実際にマジックで点描いたら絶対面積あるわけなのでそうなんですよ。だから面積ゼロっていうのは頭の中では理解してるけど現実に作ることはできないですよねみたいな話があって、まあ、概念ですかね。概念です。そうで線の面積もそうなんですよね。線も面積ないことになってるんですけど極端なこと言うとマジックで線描いてパーってあの顕微鏡で見たら結構面積あるじゃんっていう同じですよね。だからこういうなんかその抽象化するのって結構人は一生懸命できるようにはなってるんですけど意外とそのあの何ですかねあのその抽象化するしてるっていうこと自体は意外と人間は分かってないみたいな人間のすごい機能っていうかだと思うんですけどこういうのすごいあるよね。あとまあその全く同じ図形で合同のなんか条件と三角形の合同条件とかなんか結構今どこで中学校で習おうか小学校の6年生ぐらいで習おうか分かんないですけど、まあ、こういうのも実は全く同じ合同名付けを書くことなんて現実にはできないんですけど、まあ、頭の中では合同だっていうことがちゃんとなんでできないんですか。だって物差し当てて書いて同じもの2つ書けないんですよ絶対。その ビサの話ですか。そうそうそうもちろんでもね、母さん その話でいくと多分建築は八条間は八条間なんだよ。なるほどね、だからそういうふうに抽象化してやっぱり組み立ててるところは多々あるんですよ。なるほど、うん、やっぱり幾何の世界っていう感じですかね。幾何の世界ですね。そうですね、うん、はい、まあ、そういう意味ではそのどっちかというとその抽象化する方にどんどん行くのが多分数学だと思うので、まあ、そういう意味でどっちかというと鳥の目線になっちゃうのかなみたいな話ですかね。で、まあ、ちょっとあのピアジェってあの教育でも有名ですけど認知心理学の先生の本があって大学時代に読んだやつちょっとだけご紹介するとあの今画面に映ってるのって思考の誕生っていう本の中に出てるやつなんですけど、まあ、あの上から3つこうボールが並ボールっていうか碁石みたいなのが並んでますけど子供ってなんかあの
人間大人になるとその7番目8番目って書いてあるやつが両方6個だよね、黒も6個で白も6個だよねっていうことがすぐにパッと分かって、これ同じだって認識するんですけど、小さい子供たちっていうのは6と7が実は一緒だっていうふうに見えちゃうっていう、まあそういう話なんですよね。だからなんとなく数の概念って子供の頃はまだできてなくて、なんとなく量的な概念が実は支配してるみたいな、でこういう中からだんだん子供たちが数っていう概念がこう導かれてくるみたいな、まあそんなことがあって、で逆に言うとその7と8が実は同じものだっていうのは抽象化してるから分かるわけなので、まあ人間もちょっとずつちょっとずつその抽象化するっていうことを学んできてるんだなっていうことが、まあこんなことを見ると分かってくるかな。あとこれも同じような中に例で出てるんですけど、13番ってこれ大人が見ると B の方が積み木が大きくなっていて、A の方がちっちゃいっていう認識をしますと。で、逆に14番下の方を見ると、これって積み木の数がほぼ一緒で高さも一緒だっていうことで同じだって、大人は下が一緒だって認識するんですけど、どうも、小さいお子さんは、13の方を一緒だって認識するっていうことで、これも量の概念と、その数っていうものの概念がなんかだんだん組み立てられていく例としてすごくわかりやすいなと思ったんで、ちょっと載せて。まあ、そんなとこですかね。なんか数字っていうものと、なんか抽象化みたいなとこを少しこう、ちょっとお話をしてみたらいいかなと思って、こんなものを、一応ゴーツでやったやつを少しパクって持ってきてますけど、お話をしたって感じです。あと、まあ、次元を増やすっていうのも結構皆さんと試してみると面白くて、1次元はわかりますよね。2次元もわかりますよね。3次元わかりますよね。で4次元ぐらいになると、どうですかね、これ。急にあれですよね、図形じゃなくなっちゃうっていう、なんかそうなんですかね、まあ、5次元とかこう時間とかが、はい、で僕なんか大学の時に6次元ぐらいまで見えるようになって、それでこのまま大学に残ってると危ないなっていうか、さっきの神様の世界になりそうだったので、まあ、やめようかなと思ったんですけど、やっぱりなんかだんだん数学やってる人たちってやっぱりものの見方がだんだんこう多様化してくるので、なんかだんだん見えるようになってくるんですけど、そうなんですよ、そうなんですよ。これでも澤さん、シンプルにね、3次元までは多分僕ら普通の感覚としてね、直感的に分かるんだけど、うん、4次元ぐらいからもうすでになんか時間が入ってくるとかっていろいろ言われるんだけど、なんかそうなんですね、5次元って何ですか、じゃあ5次元って何だろうみたいな。いやでも4次元っていうと普通時間が入るって人多いじゃないですか、はい、でこれってやっぱりその図形あっていうか幾何学的に見ると多分そういうふうに見るとかって、あと物理の世界だとやっぱりそういう説明するのが分かりやすいので4次元には時間が入るっていう、別にそんなことじゃないんですよね。1次元、2次元、3次元、4次元、5次元って別に何十次元あったっていいんですけど、単純にその一つの、まあ一番分かりやすいのは何だろうな、Excel とかあるじゃないですか、表で例えばですね、お名前が書いてあって、国語、算数、理科、社会、まあ、体育なんとかみたいな通知表があるとするじゃないですか。で、お名前のところがずっと書いてあるだけだったら、これ1次元ですよね、と。で、その横に国語の成績がずっと並んでいたら、これ2次元ですよね、と。で、そこに算数の、成績が並んでいたら、実はそれでもう3次元ですよね、と。で、そこの横に、例えば理科の成績が並んでいたら4次元ですよね、ってことなので、幾何的に考えると頭がごちゃごちゃになるんですけど、そういうなんか単なる、Excel の表だと思ったら、4次元も5次元も、そんな難しくないんですよね、実は。うん、変数があるってこと？変数が1つ、2つ、3つ、4つ、5つっていうことですか？そういうことです、そういうことです。そういうふうに考え、そういうことなんですよ。そうなんです。だから、まあ、ちょっと難しい話を してもいいですか？お願いします。幾何学、落合拓志郎さんっていうものすごく有名な微分幾何学の先生がいらっしゃって、東大の名誉教授になられたんですけど、でその先生と僕、まあ、がちょっと話したときに、落合先生がおっしゃってたんですけど、実はベクトルって言葉があるじゃないですか。はい。矢印で書くやつですね。二、はい、次元のベクトルとか。で、そのなんか二次元っていう話をするときに、ベクトルで議論するから多分分からなくなっちゃうんだよねって僕に言ってたんですね。で、それをなんかその数ベクトルっていう言い方をするんですけど、そういう数の組み合わせですよね。さっき言ったように。
2つの数字が並んでるとか、名前も含めて3つ並んでるとか、そういう感覚で多分その数学の教育をやったら、もっとみんなその次元というものが素直に分かってもらえるようになるんじゃないかなみたいな話を実は僕にしてたで、正直今から3年前ぐらい。だからちょっとその次元っていうのをなんか幾何学的に考えようとしちゃってるところに結構無理があるのかなって思ったりします、ね。まあ、何言ってるか分かんないかもしれませんけど、よく分かりませんでしたけどそうかそうか。逆に言うと、なんか1次元、2次元、3次元、まあ、4次元ぐらいまでは僕ら固定観念で、こういうものってちょっと思っちゃってるところがあるわけじゃないですか。あります。そうなんです。それで頭が固まっちゃってるっていうかな、うんうんうん、もうちょっとそれをフリーにリリースしていくっていうようなイメージ。そうなんですね。そうですね。あ、そうそう、そういう意味では、ちょっと別のお話をします。でもそうやって教わってるけどそう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 、そこ 教育のなんかね。そうなんですね。だから多分その次元というものをなんかそのなんていうかな、立方体とか正方形とかで、2次元は正方形ですよ、3次元だと立方体ですよみたいなことで教わっちゃうから頭がこんがらがっちゃってる、ね。教わりますね。実は鳥居さんっていう有名な心理学者さん、認知心理学の人がいて、僕大学の時1年生の時に習ったんですけど、先天網開眼者の視覚世界っていうのを結構研究されてる面白い先生だったんですけど、実は先天網とかで、要するにもともと目が見えない状態で、まあ、生まれたっていう方がいて、で、途中で、まあ、角膜移植をするのか何だか知らないんですけど、目の手術をすると見えるようになるっていう方がなんかいらっしゃるんだそうです。で、そういう人たちの視覚ってどうなってるのかっていうことを随分研究されていて、これ結構面白いなと思ったんですけど、我々ってあれじゃないですか、例えば美術館に行って絵を見ると、さすがにピカソの絵を見たらどうかわかんないけど、普通の絵を見るとちゃんと奥行きが感じられて3次元に見えますよね。はい。で、うん、我々は。だけど、実はこういうその後で、手術によって目が見えるようになった方々って、実は奥行きとか感じられないんだそうです。うん。うん、結局そういうその、構造をその、成長する過程で作ってないっていうことなので、だから我々は3次元まではよくわかるよ、4次元になるとよくわかんないねみたいな話になっちゃうんですけど、実は人間の中にももともとその2次元ですらよくわからないとか3次元で見えているのですね。見えてない、3次元っていうのが実はわからないとか理解できないっていう状態の人っていうのは、うん、これどういう意味ですか。例えば風景画を見て奥行きのある絵だなっていうのを認知できるって、そういう意味ですか。そう、もともとだって絵って2次元ですよね、平板だから。はいはい、そう。でも我々ってそう景色見てるから3次元って見えるじゃん、3次元に感じられるじゃないですか。例えばその、ね、どんな普通に風景画を見て、まあ、川を向こうから流れてきてるなとか、例えば分かりますよね。だけどそういうことが理解できない状態になってる。そうです。いわゆるパースっていうものの概念が実は概念であって、僕らは平面を見ながらそのパースから空間を、そうですね、理解しているわけですよね。うんうん、そうそうそう。それのトレーニングができてないのは平面に見えると分かんないっていうようなことだと思います。はい。うん、で、逆に言うと、さっき数学科とか行くと5次元とか見えるようになりますって言ったじゃないですか。神様の領域。そうそうそう。で、それは神様の領域のような気がするんですけど、っていうよりは、やっぱりその2次元の人もいろいろこう、自分で多分世界観を作られるのかなかしら、だんだんその奥行きっていうのは、そうは言っても、現物に奥行きがある世界に生きてるから、だんだん分かってくるんだと思うんですけど、それと同じように多分3次元をしか分からないなと思っていても4次元は分かるようになったりとか、4次元が分からなくても5次元が分かるようになったら5次元が分かるようになったりとか、まあ、そういうことは結構あるんだよなっていうことで、実は意外とその次元っていうのもその数学みたいなことをいろいろやってると広がりが見えてきたりとかしますよねみたいなことをちょっとこの例でお話を時々していたりとかしています。まあそんな話、まあそんなんで元に戻りますけど次元を増やしてみるっていうのも結構なんかいろんなこう神様の世界に近づくには楽しいんじゃないかっていう、まあ、そういう例ですね。すいません、数学は神様に近づくため の, メソッドですね、きっとね。ああ、そうかもしれないですね。はい。まあ神様にはなれないんですけどね、神様の気持ちになってみるみたいな話ですかね。そういう意味では、あれですよ、西暦700年ぐらいにマイナスっていうのが、マイナスの数ってあるじゃないですか、マイナス1、マイナス2って。多分マイナス1とかマイナス2が分かったのって、西暦700年ぐらいなんだそうですよ。奈良時代ぐらいですか。
はい、でそんな浅いんですか、もっと昔から。そう思うでしょ、意外とそんなもんなんですよ。でしかも、ヨーロッパの人がマイナスの数字っていうのがあるんだっていうのを理解したっていうか納得したのって1700年ぐらいなんですよ。1000年ぐらい後なんです。世の中に存在しないから。そうそう、そうマイナスの数字っていうのは、いや我々は引き算したら出てくるって当然わかるじゃないですか、理解してますよね。だけど実はそのなんだっけ、 x プラス2イコール1の答えがマイナス2なのかな、なんかそういうのっていうのが要するにちゃんと納得した、まあいろんな人がですよ、もちろんその数学やってる人は分かってたかもしれないけど、でそういうのをちゃんと理解するようになったっていうのは結構最近の話っていうのがあって、意外と人間って硬直的っていうか頭柔らかくないんだなっていうのが意外と分かります。理論上はマイナスって存在するけど、うん、目の前にはマイナスってものは存在しないから、うん、理解しづらい。そう、そうそう、さっき言ったように算数っていうのは石で数えるだから、石がマイナス1になることってないじゃないですか。うん、石がマイナスになったらびっくりしますよ、ね、わけわかんないですよね、はい、だから多分現実にないものは理解できないですよ。そうだけど多分川村さんも古川さんもマイナス1は分かってますよね、うん、マイナス2も分かりますよね。だからそういうのが要するにその神様の世界って、別に神様になってくれって言うんじゃないんですけど、皆さんが意外と固定観念で思ってて、もうできるなと思ってることでもなんか意外と昔の人は分かってなかったみたいな概念があるし、まあそれはもっと他にもいっぱいあるはずだよねみたいなことを、数学をやってる人はいろいろ考えてるっていうことかな。ちなみにですね、日本人はどうしてそんなに早く世界に先駆けてマイナスが分かったんですかね。時代が奈良時代なわけです。違う奈良時代ってだけで、多分最初に分かったのはインド人とかですよね。マイナス、ゼロ。そうそう、ゼロが分かったのは、アラビアだかインドだったと思うんですけど、うん、マイナスを見つけたのも多分あの辺の人たちで、でそれが世界に広がったのはもっと後ってことですね。なるほど、はい、だから日本人も別にそんな早く分かってたわけじゃないと思います。日本は和算って言って独自の発展は当然してるんですけど、うん、まあなんかそういう世界っていうのを、まあとにかく何て言うんですか、現実の世界だけで物事を考えるんじゃなくてちょっと拡張していきましょうみたいなのが結構数学だっていう。なるほど。全然関係ない話していいですか。ああもちろん、もちろん。今なんか足し算引き算の話でちょっと思いついたんですけど、はい、僕足し算も引き算も得意じゃないですけど、はい、なんかよくまあ、デザインやってると、はい、よく言われる、まあ、すごくあるあるでよく言われるのは、とにかく目立たせてくださいと。うんうん、この文字、目立たせてくださいみたいな。まあ、よく言われるわけですよ。はいはいはい。この商品を目立たせてくださいみたいな。はいはい。そうすると、まあ、普通の人だと、解決方法は足し算になってしまうことが多くて、うんうんうん、だから、目立たせてくださいって言われるんじゃなくて、とにかく文字を大きくしてください、太くしてくださいって。うん、いうふうに指示されちゃうんですよね。はいはい。でも多分解決方法は足し算だけじゃなくて引き算も実はあって、うん、でその引き算っていう概念があんまり理解してもらえないことが多いですね。つまりデザイナーとかだとその引き算っていう解決方法をができるんですけど、それは何かっていう、例えばそのたくさんある要素を優先順位を決めて、うんうん、優先順位の低いものを引き算してあげるというか、そうすることによって今ある目立った本当に目立ちたいものがより目立つようになる、空間作ってあげることで目立ちたいものが目立つようになるような、そういう解決方法もあるにもかかわらず、大抵の人はとにかく足していこうっていうふうに考えてしまうことが多いですね、うんうんうん、とにかく太くしろ、こっちも大事だからこっちも太くしろ、こっちも大事だから太く大きくしろと、うんうん、で隙間があったらもったいないから埋めろみたいな、そういう、それで結局ですね、どれも目立たなくなっちゃうっていうような結果になることがよくあるあるであります、うんうん、ちょっと足し算引き算から。でもあれですよね、なんかその数学的な考え方から言うと、もちろん補助線足すみたいな足すっていう話ももちろんあるんですけど、なんかよくその数学ってこの数式が美しいとかエレガントだとかなんか言う人がいて、何が美しいんだっけみたいな話になるんですけど、意外とそのシンプルにしていこうっていう発想はすごく数学ありますよね。物事をシンプルに書こうっていうのは、はい、だから その辺の感覚っていうのはなんか数学と近いのかなと。デザインとかに、そうです、うん、デザインと、うん、やっぱりなんかなるべくシンプルに書けるようにしていくっていうことがなんとなくその大事だみたいな
のは、なんかありますよね、はいはい。建築もなんかそういうのはあるあるであります、はい、建築はもうシンプルにしていかないと成立しない。ね、さっきちょっと話が出て、その例えばデザインをするときに川村さんがレッサンの話したでしょ。で建築なんかプラン考えるときは最初フリーハンドでこれ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 って考えてんだけど、どん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 そこでたくさん描いた線を削ぎ落としていって8畳とか6畳とかっていう抽象的なものにしていく作業かなと思うんですよね。そういうのは本当シンプルにしていくっていうのが、それをしながらこうシンプルな骨組みを考えるとかね、どん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 やっぱシンプルにしていくというのは、あの発想としては本当に建築っぽい。だから そこがなんか建築と数学がもしかしたらちょっと近いのかもしれないとか思ったりね、うん、なんかそれはまあ、なんか自分が仕事をしてた時もよく言われたんですけど、なんか A4 一枚にまとめるのとかやっぱり、うん、上手ですよねってよく言われましたね、スパさんがね。そうなんかその たくさんの紙をいっぱい使ってなんか紙芝居っていうんですかね、いっぱい作ってなんか大変なことになるっていうのが普通なんですけど、僕はなるべく少ない量で本質的なとこだけ伝えるっていうことにしようっていう、まあ単に面倒くさがりやっていうそれまでかもしれないんですけど、なんかそういう思考っていうのはすごく数学をやってて身についたような気がするんですよね。澤、うんうん、さんちょっと質問。澤さんってそうやっていろいろ考えるときに、はい、多分図表で考えるでしょ。ダイアグラム言葉で文言をわーっと文章にするというよりも、なんかこうキーワードとかをこう A4 とか紙の中にこう書いたりしながら、こう空間的というかな、平面的というか、そんなことないですね。っていうか、うん、そうですね、まあ一番好きなのは A4 の紙ですけど、 A4 の紙にそう A4 の紙に鉛筆でいろいろ書いていくんですよね。で書いていって、うん、でも書いていくとなんかそのこれとこれは近いなとか、これとこれは遠いなとか、どうもこの辺が全部抜け落ちてるなとか、なんかそういうのがだんだん見えてきて、でその抜け落ちてるところを一生懸命なんかこう見に行くと、あこの辺がやっぱり足りてなかったからだみたいな、まあ、そういう感じで物事を考えてることがすごく多い気がしますね。はい、何か足りてないって、またなんかこれなかなか難しいんですよね、説明するのが。そう、今日澤さんが A4 が好きっていうのが分かりました。はい、A4 の白い紙に鉛筆っていうのが一番好きですね。はい、でもなんかそういう なんていうんだろうな、あんまりこう知識量を増やしていくっていう感じよりは、なんかその本質はどこにあるのかをなんか全体の中で見定めるみたいな、なんかそういうところは数学をやっている人のなんか特徴かもしれんなっていう気はちょっとしますけどね、うん、はい、そんな感じです。でなんかなんかその小学校の初め頃に交換の法則とか言って 3×2 と 2×3 は一緒だみたいな話が時々出てきたりするんですけど、これって実はなんでこういうことをわざわざ教わるのか皆さん疑問に思いませんでした？教わったことを覚えてないですね。あ、そうですか。いや、なんでこれ、なんで交換とか結合の法則とか習うんですけど、なんか小学校で。なんでこんな当たり前のことを、そう、なんでこんな当たり前のことを教えるんだろうなってずっと思ってたんですよね、正直言って。で、なんか、本当はそういうのを、なんか小学校の時に、実はこうならない例が、なんか高校になると出てくるからねとかって一言言ってくれれば納得できたような気がするんですけど、僕ずっと疑問だったんですよね、小学校の時に。なんでこんな当たり前のことを学校で教えるんだろうなとか。持ってたんですけど、実は当たり前じゃないことが高校になると出てくるんだって後で気づくみたいなのがあって、まあ、この辺がなんか学校の算数とか数学のなんていうかな、学校教育ってどうやってたらいいのかなみたいなのを考えるのにすごくなんかきっかけになったなと思うんで、ちょっと載せておきます。なんか底辺かける高さを高さかける底辺にしたらなんか減点されたとかいう話もあったんですよね、昔ね。なるほど。はい、で交換できない例が差し支せそと蘇生出資差ですかね、これ調味料入れる順番ね、交換法則が成り立たない例なんですけど、わかりましたね、これね、差し支せそね、砂糖分かったです。順番を変えると味変わるっていいんですか？変わるでしょう、普通。変わるんですか？だって一応差し支せその順番で入れろって家庭科で習いませんでした？そうって何でしたっけとか言って、そういうかの、あれ砂糖、醤油、酢です。醤油ですよ。精油ですよ、ね、塩しばしばですよね。酢、精油、味噌です。味噌。味噌。味噌が味じゃない。味噌の層か。そう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 。だから逆から入れたらダメですよね。ダメなんですかね。
ダメでしょう味変わりますよ。まあみたいな話があって、だからなんか交換の法則が成り立たないのはいっぱい例があるんですけど、まあ実はそういう話とかですね。で、結局数学ってそうずっと今お話してきましたけど、抽象化するっていうのがやっぱりなんかすごく能力なので、で、抽象化しようとはするんですけど、やっぱり現実にすごく自分は引きずられてしまうっていう人間の差があるので、まあそういう意味では人間と抽象化した後の神様っていうののなんかこうせめぎ合いみたいなところは結構数学かなみたいなことを、お話ししたっていう感じでございました。今ね、澤さん、吉村さんという方からちょっとチャットで入っていて、はい、はいはい、分子の大きさが違うのでっていうのが理由らしいですっていうのがありましたね。これ 何についてあれかな。あ、調味料ですかね。調味料、調味料です。はいはいはい、調味料の入れ方は、調味料の差し進めの話で申し訳ないです。いやいや、いいです、いいです。そういうことなんですね。主婦からすると、塩加減が無大事なんで、あんなもんやってられっかっていうのが、一般的な常識ではあります。なんか、分子、知るか分子の量なんていうのは、聞いたことはあるしけど、やってはないみたいなのが、一般の主婦として、すいません、失礼しました。ね、いやいやいや、重要です、重要。いや、いいですね。いや、でもね、そういう一言言ってくれればね、交換の法則が成り立たないって分かるよなと思ったりとかして。そうですよね。はい。です。はい。まあ、そんなことでしたっていうぐらいですかね。はい。はい、結構なんかいい時間になってるな。あ、15分ぐらいになってるな。あと15分ぐらいです。なんか皆さんのご質問とか受けた方がいいでしたっけ。あ、神の領域。神の領域の話をちょっとやらなきゃいけないですね。そうですね。神の領域、まあ、さっきちょっとお話したんですけど、なんていうか、自分、現実とね、抽象化みたいな話もあるんですけど、もう一つ、やっぱり自分たちが結構、頭の中っていうか、人間って成長しちゃうんで、作られちゃってるから結構難しいのよねっていうお話が結構あると思うんですね。さっき言ったマイナスって意外と、教わらないと分かんないとか、もっと先に行くと、なんか2乗するとマイナスになる数字とかって虚数とか出てきちゃうんですけど、もうその時点でなんかぐちゃぐちゃになっちゃうし、でちょっと僕自身ピアノを弾くので、ちょっとこういう話をちょっとするんですけど、僕の画面って見えてんだっけ、皆さんから。小さくピアノの練習っていう、あ、ピアノの練習ね、両手、草さんの、顔を皆さん 見えるようにして、ね、見えるようにしてます。で、これ 両手あるんですけど、で皆さんが普通に親指、小指、人差し指ってこうやって動かすのは結構皆さん簡単にできると思うんですよね。これできますよね、皆さんね。河村さんやってないでしょ。これできるんですよ。これ結構できるんですよ。でもね、今度逆にね、親指と小指から始めてね、次人差し指と薬指、で中指って、これをやろうとすると結構皆さん苦労するはずですね。できます？できます。親指から順番にやるのは意外とできるんですけど、今度は小指と親指っていうのから順番にバーって動かすと結構つらい。ちょっと戸惑いますね。辛いですね。辛いですね。で、これなんで辛いかっていうと、もともと DNA の中には、親指は親指、薬指は薬、人差し指は人差し指っていう順番で動かすようにプログラムされてるんです。で、ピアノの練習をしている人たちは、その DNA の通りにならないように、どうもぶった切ってるらしいんですよ、成長を。だからそういう意味で、ピアノの練習してる人ってのは成長してるんじゃなくて、成長しなかった人ってことになるんですけど、でだから弾けるようになるみたいな話で。だから、人間の予定された成長をぶった切ってるんで、これ結構辛いっていうことなんですね。で、数学もそういう意味では、なんていうんですかね、現実の世界をどんどん見れるようになってくるんで、あ、こうだよなって分かるわけですけど、それを頭の中のその抽象化した世界の中だけで、そうじゃないこともあるんじゃないかっていうことを一生懸命考え続ける。例えばさっき言ったマイナス1の石ころってなんだっけとかって考えると頭痛くなりそうなんですけど、そういうことを考えてみるとか、普通は2乗すると全部正の数になるってみんな分かってるんですよね。2を2乗したら4だし、4を2乗したら16だと。みんな2個かけたら正の数になるってみんな分かってるのに、いや、マイナスになることだってあるでしょっていうことを、分かったような気になるっていうことなんで、これ人間の基本的な概念に逆らう作業だから、これめっちゃ大変っていうことなんですね。で、そういうことをやってると、あれですよね、仏教、お寺の修行じゃないんですけど、修行してるようなもんなんで、だんだん神様に近づけるんじゃないかっていうことになってまして、で、ちょっとスライドがどこに行っちゃうか、どこにあったか分かんないですけど、これね、
あの僕あの数学科っていうとこ行った時に皆さんがもうひたすら笑顔なんですよ一日中で、あの黒板とか、まあ当時は黒板で今ホワイトボードなんですけど、ホワイトボードの前でみんなすごくにこやかに数式をいっぱい書いているっていう世界があって、で別にこれあのすごくいい人たちなんですよね。でなんでなんだろうなと思って、まあ、いろんな本を読んでるとやっぱりその現実にあんまり縛られないですよね。現実にあるかどうかはどうでもいいってことになって、論理的に正しいかどうかっていうことにすごく興味がある人たちになるんで、ある意味で悟りを開いてるみたいな状況になるんだと思うんですよ。でなんでその数学をやってる人ってなんか基本的にみんな不思議に笑顔で、あのとってもいい人たちが多いと、僕はあの別に自分が卒業したから言うわけじゃないんですけど、結構いい人が多いんじゃないかなと思っていて、まあ、そういう世界に少し入るっていう、まあ、みんなが入っちゃうとまた困るかもしれないですけど、まあ、そういう世界に入れるっていうのが意外とこう数学をやってる時にはすごくあのやってる意味みたいなところもあるんじゃないかなと思っていて、あの意外と皆さんにもうちょっと楽しく学んでもらいたいなと思っていますみたいなのが、あのまあ、数学の気持ちっていう今日のお題になってるかどうかわかんないんですけど、まあ、そういうところを知ってもらえる、まあ、楽しい世界ですよっていうことをなんかこう感じてもらえたらいいかなと思ったりしています。まあ、そんな感じ。はい。あ、じゃあ、あれですか、質問のある方というか、なんか、はい、ね、あの、お聞きしたらいいですか。そう、そういう意味では、あれなんですよね、なんかこう、悟りの境地とか言って、なんかちょっと宗教じみちゃってるんですけど、あの、ダクワースってあの有名な人がグリッドって本書いてるのご存知ですかね。3年前ぐらいかな、結構売れたと思うんですけど、はい、グリッドっていうものを身につけるために結構大事だって言われてるのは2種類、1つ、2つあって、1つがピアノの練習で、もう1つが数学なんですよね。お、忍耐力とかを、やり抜く力を身につけるために大事なものっていうのが、うん、文字としてよく出てくるのは、ピアノと数学なんです。そう、数学とピアノなんです。そこやっぱり澤さんおっしゃってたのがあの東大の数学科の人はみんなちっちゃい頃ピアノやってたって言いました、ね、そうです。ピアノ弾いてる人率高かったですね。あ、みんながやってたとは言いませんが、結構ピアノ弾けるあの人多かった。逆はあるんですか、ちっちゃい頃ピアノやってたら東大入れるっていうのはあるんですか。知らないです、そんな。知らないですね。そんなのはないですけど、でもなんかやっぱりあの忍耐力は身についてるので、結構あのなんていうのかな、お勉強もできる人は多かった気がしますけどね、ピアノやってる人って。いや、まあ、忍耐力というよりもなんか脳トレをしてる感じですね、さっきの話聞いてるとね。ああ、そうで、 DNA に逆らう脳トレみたいな。だから脳トレっていうなんか指先を使うといいとか、なんか若干その辺になってくると都市伝説みたいになってくるんですけど指先使ってるからいいみたいな議論もまあ一方であるんですけど、やっぱりその一つのものをずっとやり続けるっていう、うん、ことですかね。で、そうすることで何かこう今まで現実とは違うものに到達するみたいなところっていうのは結構数学にも音楽にもあるような、あ、ピアノにもあるような気がするので、まあ、一つのものを続けられるっていう、まあ、要素としてよくその例に例えられて出てくるのがその数学と、まあ、ピアノの練習みたいな話っていうのがよく出てきてるなっていうのは、うん、あの本を読むと感じますね。はい。なんか質問のある方はいらっしゃるかな。はい、ネーミングがこの時間内でできました。まあ、そんなことしてたから人の話聞いてなかったんですか。聞いてましたよ。聞きながら逆にいろいろなキーワードをあの上げてたんですけど、はい、いろんなあの一つ出てきたキーワードはひねくれてんなと思ったんですが。何ですかそれ。いや、なんか結局斜めからこう見てたりと物事を斜めから捉えたりして、まあ、してるなっていうのがなんか僕の印象なんですけど、はいはいはい、で、なんかまあ結構苦手意識があるじゃないですか、普通の人にも、うん、苦手意識があってちょっと結構ネガティブな印象を持たれてたりとか、まあ、ちょっと嫌われてたりとかするようなうん、うん、でこれをそのさひねくれてるとか、まあ、そういうキーワードからちょっと思いついたネーミングが、うん、天の弱ならぬ天の学っていうのはどうですか。すみません、言いにくいですね。天の学。天の学。はい。天の学。天の学。天の弱だからってことですか。天の弱だからです。でもただネガティブじゃなくて、ちょっと愛すべき存在である天の弱みたいなのも、ちょっとキャラクターじゃないですか。天の弱。天野、まあ、さん、これ、あれだよ、ゆるキャラ的なキャラクターつけてね。ゆるキャラ的な。だから、ただ嫌われ者じゃなくて、ちょっと愛されキャラみたいな、そういうところと、この数学はちょっと似てるかなっていうふうに思っ
あ、でもね、その愛されキャラっていうところはいいですね、なんか。はい、実はこう、ちょっと愛すべき、嫌われてるけど、ちょっとあの憎めない、愛すべき存在だなっていうところと、天野ジョークがなんか似てる共通点があるのが、あ、なんか、神様の気持ちを知るって、神様っていうワード言ってましたけど、あの、まあ、神様に近づこうとして踏んづけられてるっていう、なんかそういう、うん、あのところとかね、なんかそういうのも、でもなんか下から見てるとか、下から神様を見上げてるとか、あとこの煩悩、煩悩っていうキーワードも出てますけど、あの、じゃ、天の邪って煩悩らしいんですよ、仏教では人間の。ああ、そうね、そうね、そうですね。なんかその辺もなんかちょっと、かけられるとなんか。あのでもなんか僕、あれなんですよね、なんかこう、あの、一つの組織に数学をやってる人がいっぱいいる必要は全然ないと思ってるんですけど、一人ぐらいいてもいいんじゃないかっていう気はちょっとするときあるんですよね。あの全部数学の人みたいな、そのそう数学家みたいなとこ行くと、あのちょっとやばいなと思ったりするときあるんですけど、あの、一家に一台とは言いませんが、なんかその組織の中に一人ぐらいいるといいなって思うのがあって、なんかその、僕もその仕事してた時によく思ったんですけど、なんか話がまとまらないと最後に僕を見るっていう人が結構いたんですよね。でなんとなくその最後になんか、うん、でもこうじゃないですかねって、じゃあそれでいくかみたいな、なんかそのあんまりなんかこう議論が白熱してる時は頼りにされないんですけど、なんかこう行き着いてなんかどうも整理できないなと思った時になんか一人いてもらうと嬉しいかなみたいな感じで、なんか数学をやってる人がいる感っていうのは実は結構いいかも。思ったりしてたり、なんか普通の人と違う視点を持ってるっていうような気がしますね。そう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 、 DNA に逆らってるってことはまさに普通と違うっていうことじゃないですか。だからそうそうそう、普通の人と違う視点を持ってるっていう、そうだからなんかあんまりこう、なんか日の目を、日の目とかひな壇に乗る必要はないんですけど、なんかこっそりいていいかなみたいな、なんかそういうのがあってもいいかなって僕はだから足元から見上げてる人かなってちょっと思っていました。天野じゃきれい。いや、沢さんは数学的であるっていうのが重要なんだなと思うんですよね。だから、うん、その例えば議論が白熱してなんか煮詰まった時に、ちょっと俯瞰的にちょっと違う視点からふっと見たら、うん、あ、この言葉が収まるんじゃないのみたいな感じとかね、そこをピタッとこうなんか、うん、言い当ててくれる人っていう、多分そういう期待感の中に沢さんがいる。うん、でその沢さんの存在っていうものを成り立たせてるのが今日の話の中で言うと、その DNA に逆らった思考法というか、うん、なんかみんな DNA に縛られてそれで世界が完結してるって、このちっちゃい世界の中に生きてるのに、ちょっと違うところから見るとどう、あ、風通しよくなるでしょみたいなことがふっとこう言える沢さんみたいな、うん、で実はそれは実は数学的なものによって沢さんという存在があるよみたいなね、そういう意味ではその数学的な人がやっぱり世界中にいた方がいいんじゃないかなと思ったりするんですよね。で、これって教育の問題ですかね。何だろう。まあ教育の問題もあるかもしれないし、あんまりその日本ってやっぱり EBPM 的な発想が薄かったのかもしれないですよね。制度を作るみたいな、まあどっちかというと法律を、法治国家みたいなことで法律で縛っていくっていう方向に、うんうん、まあ行った。で、それはあんまり数学で物事、数学っていうかその数や量で物事を測るっていう方向にあんまりいかなかったっていうのがあるのかなっていうことですよね。うん、まあよくその、まああんまりあれですけど、まあまさにその太平洋戦争はなぜ負けたのかみたいな本って山ほど出てると思うんですけど、うん、まあ数字でチェックしてみたらすぐ分かったよねみたいな議論を、やっぱり皆さんがその、そこに到達できなかったっていうか、うん、そういうふうに言えなかったっていうのは多分あんまり数とか量の文化ではなかったっていうことかなっていう感じは。それがさっきから沢さんが割と否定的に言われてる感覚的な世界というか、うん、なんか体育会系の根性みたいな世界とかそういうところですよね。そうで、まあそういうのも大事なんですけどね、それが全部ダメとは言わないんですけど、やっぱりなんか少しやっぱりこう、まあ、僕自身はやっぱりその感覚っていう方が最後は勝つのかなと思ってるんですけど、うんうん、その感覚の選択をする前にせめて数字でちょっと見ときませんかっていうのはすごく日本のその政治経済行政を見てると感じるところですよね。多分ね、川村さんもそうだし僕もそうなんだけど、僕らのアプローチは多分感覚的なところとデジタル化していくっていうかな、こう数値とか客観的何か、うん、俯瞰的に見たり違う角度で見たりみたいなことを行ったり来たり、まあ、してるんですよ、うん、ね、
ですよね。だからこれアナログとデジタルを一体非対してるみたいななんか感覚なんだなと思ってす、ね、データにあんまり縛られないようにあえてしよう、うん、そう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 、まあ、これ、うん、なんかアプローチってもしかして数学的なのかなってなんか言う、そうですね。だからやっぱり最後は人間は分かってないことのご縁で感性ってすごく大事にした方がいいと思ってですね、うん、ただその中でやっぱりその数字である程度そのまあなんていうんですかね、排除できるもの、やっぱりこれは起こりえないよねみたいなことはやっぱりちゃんと排除するっていうのはやっぱ数字の力を使った方がいいと思っていて、で排除した残りに感覚の塊みたいなのが残るんですけど、その中の一点を選ぶのはやっぱり最後はセンスだと思っていて、そのセンスを磨くっていうのはすごく大事なんですけど、なんかその何もなんていうか、なんていうか選ぶことも何もなく、その全方位で何か一つ選べって言われたらこれ結構大変なので、まあ、そういう時にやっぱり数学っていうのは、てかエビデンスっていうのはすごく、やっぱり物事を絞っていくためにはすごく使い勝手がいいものだと思うので、その辺をうまく使っていったらいいんじゃないかなっていうのが、まあこれからの、まあ特に AI とか ICT とか言われてる時代にも入ってきて、データサイエンスもまあ華やかになってきてますから、まあそういうところの感覚を、まあだからそれをまた 100% 信じるのは実は結構危ないんですよね。データだけに頼って物を決めるって絶対やっちゃいけないと思うんですけど、うん、まあ、そういうことをうまく使いこなしていく技術みたいなことはすごく大事になっていくなっていうのは感じます。まあそういうところは今まで弱かったなっていうのは僕もずっと行政の世界にいて、やっぱりそういうデータに基づいて物事を判断する材料を集めるっていうんですかね、いうところの弱さっていうのを感じてたので、うん、まあ逆にそのこれから数学っていうものを皆さんにぜひ学んでもらえたらいいかなと思っていますので、まあ数学をやった人の気持ちなのか数学の気持ちなのかわからない話になりましたが。でも、あれですよね。1回目の時に データを読むことの大切さを多分澤さんずっと言われてたから、はい、そことなんか今回つながってきてる感じはありますね、うんうん、そうですね、はい、バランスですね、なんかね時間一応時間なんですがどうしましょう、はい、一応時間が来ました、はい、みたいな感じで、はいはい、なんか特に質問がある方はいらっしゃるのかな、大丈夫かな、詳しいですか、あ、はい、でどうぞどうぞ、さっきまで数学的なこと、だから論理的とか言ったりすると私は思ってるんですけど、論理的なことと例えば直感、感覚的なことって、なんか今分けて話が進んでたと思うんですけど、なんか例えば論理を超えた先に直感とか、なんかそういった風になっていかないのかなってことを思ってて、うん、とことん考え尽くした先に直感があるみたいなことってないのかなと思ってて、なんか例えば直感でさえ選んだものとか、選んだ一手が15分考えた手よりもとなんか一緒になるみたいなデータとかあったりする、そういう研究があったりするので、なんか考え尽くした先に直感とかって出てこないのかなみたいなことを思っていて、なんかそういうのないんですかね。あ、それがさっき僕がなんか鳥とカエルの話の時にちょっとした話に近いと思うんですけど、うん、なんとなく答えが分かる時っていうのは、詰め詰めで分かったわけじゃなくて、なんかそのいろんな情報をインプットした後にどうもこれが正しそうだって分かるのはやっぱり直感なんですよね、うん、でそのインプットした後に直感で分かったことは逆に言うともう、あ、これは絶対こうだって分かるから、あんまり考えなくても証明とかって書けるっていうのが実は結構あって、でその辺の話って結構いろんな数学者の人が結構書いてるんですよね、実は。要するに直感で分かったこと分かったら、それこそ有名な岡清さんとかが確かエッセイにも書いてたと思うんですけど、証明っていうのはなんかこう問いを起こされた後にその証明問題を一生懸命考えながら解いていくものじゃなくて、ずっと考えていてこうだって分かったら一気に書き上げられるものだみたいなことを確か書いてるんですけど、だからそういう意味ではその、まあ、直感っていう感が感じる感じゃなくて見る方の感にしといた方がいいと思うんですけど、なんかいろんなインプットの中でなんか整理されてどうこうだって見えてくるっていうのがなんか数学の世界だっていうのはそういうことかなっていう。それってどうやったらいいんですかね、なんか分かってる。それはですね、やっぱりですね、煩悩がない境地に行かないと分からないかもしれないですけど。なるほど。なんかね、ちょっとトレーニングっていう的なとこ、まあ、例えば僕の建築の世界で言うと、いろんな情報とか、あるいは手を動かすとかやってくるんですよ。どん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 インプットどん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 していくと、はい、朝起きるとなんかできてるみたいなことが時々あります。なんでしょうね、これね。いや、でもなんか僕なんかさっき A4 の紙の話をしたんですけど、やっぱり書き出していくと、なんか足りてないなっていう感じはあるんですよね。できてない時。
多分古川さんがその設計されるときもそうだし、川間さんがデザインされるときもそうだと思うんですけど、なんかいろいろやっていくんだけど、どこもまだ味付けがいまいち薄味だなとか、なんかそういうのがなんとなくあって、で、その辺をホリホリしていくと、なんかいろんなものが埋まってきて、ある日突然、あ、結構おいしい味付けになりそうだって分かる瞬間が現れるっていうのがあって、これはなんか別に数学だけじゃないかもしれない。似たようなそういうものを集めて何か一つ決めていくっていう仕事をしてる人は、なんか、全体に持ってる話なんじゃないかなと思うんですけどね。すごいね、澤さん、それよくわかる。あのね、できてない感というか、うん、なんか足りない感っていうのがあるんですよ。みたいなね。そうですよね。ね、川村さんもそうですよ、ね。いや、この、だってデスケンのこのマーク作るときも、このプロセス、皆さんずっとご覧になってたと思いますけど、最初からだいぶ変わったと思うんですけど、やっぱり、まだ完成してないなって思いながら、やっぱり、走っていくわけですよ。それやっていううちに、いろんな方向から見るアイディアもあるなとか思いついたりとか、喋ってブレストしながら新しいアイディア思いついたりとか、はい、なんかあれなんですよね、僕もそういうことに、まあ、田村さんみたいなことを実は悩んだ時期があって、これどうやったらもうちょっとシステマティックにこれができるようになるんだろうと思って、で吉岡徳仁さんって有名なデザイナーさんがいらっしゃるんですけど、吉岡さんの物の形だったか見えない形だったか、なんかそういう名前の本があって、でそれになんかそれっぽいことが書いてあったんですよね。なんでずっと読んでったんですよ。でずっと読んでて、こうやって物は考えるんだっていうのがずっと書いてあって、最後の最後の章に、でも最後の最後に雲の中から一筋の光が見えるような瞬間が現れるのは僕も説明できないって書いてあって、結局何も書いてなかったっていうオチなんですけどちょっと正確にどう書いてたか分かるんですよ。でもそのある日突然雲の中から一つの答えがパンと見えてくるみたいな瞬間っていうのは、まあ僕は証明が気づくときか、仕事であれば仕事の結論、解決策が見つかるときみんなそうですけど、結局はそこってなんか人間のなんか特殊な能力みたいなところになっちゃうんだなっていうのが今のところ探索した結果です。なるほど。いやいや、僕もその神、建築の神様が降りてくるときってありますよね。ありますよね。なんかデザインで、アイディア出すプロセスの時に、何ですかね、結構パッと思いつく、いいアイディアだなと思ってパッと思いつくものって、大抵、なんかありきたり、実はよく調べてみたらありきたりだったりとか、なんか見たことがあるものが、たまたま頭の中で出てきたみたいなことが、まあ、往々にしてあると思うんですよ。なんか、で、やっぱり、頭の中に残っているものが出ていることが結構ある。だから、パッと思いつくものはあんまり信用しないように してあげないと、なんかこう、斬新なアイディアってこう出せないかなと。なんか斬新なアイディアっていうのは、やっぱり考え尽くした先って本当に 100案とか出した先に絞り出して出てくるものじゃないと、出てこないかなっていうのが、まあ、割と言われてる感じです。うん、ありがとうございます。まさに長々と。あ、いやいや、いいですか、ね、チャットの方にいくつかコメントいただいてるんですけど、澤さん見れます？はいはい、はい、見えますよ、はい。牧田さんっていう方から、数学は神に近づくことですかみたいな、私は。牧田さんは私の後輩でございます。はい、あ、そうですね。はい、感想なのかな、これは。あ、トポロジーの世界に入ろうとして2次元まで見たら3次元にあって数学に挫折したとか面白いですね。あ、そう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 、まあ結構数学の方なんで難しい言葉を使われてますけど、うん、さっき言ったその幾何学的なものの見方っていうのと、やっぱりそのここに群論という道具の話が書いてるんですけど、やっぱり道具を使うことで次元が見えるって話は結構あるんですよね。やっぱりそういう道具立てって、まあ、数学の道具立てってやっぱりそういうものなのでは、すごく感じ、よくわかります。ただこの話ってなかなか数学をやってる人以外にはわからないところでもあるかもしれないんですけど、うん、なるほど。太田さんからもコメントいただいていて、 4K 会議の話、あ、根性経験寛骨ね。いやでも、なんだろうな、やっぱりそういう、まあ、文系理系ってあんまり簡単に分けるのもどうかなと思うんですけど、やっぱりその数字を
ちゃんと把握できるっていうか理解できる人がやっぱりそのもう少し社会に入ってほしいなっていうのは僕は正直な気持ちで、なんでいろんなところで講演、まあこの間、去年おととしだったかな、大学の先生方なんかにもちょっと講演させていただいたりもしたんですけど、やっぱりそういう方々がもっと出てほしいな、世の中のためにですね活躍をしてほしいなっていうのは正直あって、そういうのがないとなかなかその変わっていかないんですよねっていうのが実は正直あります。っていうのは今日もまあちょっと別のところのある打ち合わせで、そのデータサイエンスの、まあ、データを使う議論の話をしてたんですけど、その時にやっぱり そもそものデータの取り方間違ってますよねみたいな話が、僕はすぐ分かったんですけど、やっぱりそれを元に仕事を始めてしまっているのでどうしたらいいでしょうかみたいな話になっちゃうみたいなことがあって、やっぱりそのデータの品質とかですね質みたいなことを分かる人たちはやっぱりそのもうちょっと社会に入っていく必要性あるなっていうのは太田さんの話なんかすごく感じますね。園田さんからも、まあ、同じような感じで、ね、そうですよね、はいはい、だから関係から変わろうとしている、はい、でまあ、園田さんはまあ、数学を教えておられる方なので、やっぱり 今まさにそのなんていうのかな、なんとなくプログラミング教育とかなんかそういう方向に行っちゃってるんですけど、やっぱり数学ってすごく基本的なものなので、ものの考え方なので、プログラミング教育ももちろんやったらいいと思うんですけど、数学の教育もちょっとちゃんとやった方がいいんじゃないかなっていうのが実は僕は、もうちょっと基本的なことなので、ちゃんとやった方がいいんじゃないかなっていうのは、いろんなところで発信を僕もしたいなと思っていることですね。牧田さんからまた、来てますね。エビデンスベースポリシーメイキング。いいモーションね。でもいいですね、モーションね。モーションって根性って訳されてるけど、もうちょっとなんか違います。情熱とかいうなんか。よく言うんですけど、EBPM ってエビデンスベースポリシーメイキングじゃないですか。でも日本ってポリシーベースとエビデンスメイキングになってるんですよね。要するにポリシーが先に決まっていて、それに合うように統計処理をしてくれって言われることがものすごく多いんですよ。でそれがやっぱり良くないなと思っていて、まあ、ポリシーベースになっても全然いいと思うんですけど、エビデンスをメイキングしちゃいけないと思っていて、やっぱりポリシーをちゃんと作ると同時に、エビデンスとしてそれが適切な範囲に入ってるかどうかってチェックのためにエビデンスを使うっていうぐらいの、まあ、感じがいいのかなっていう、ポリシーベースとエビデンスメイキング、今のコロナ会議もう結構辛辣ですけど大丈夫ですかね。まあ、みたいなところが実は結構大事かなと思うんで、まあ、数学の話からデータサイエンスの話にもちょっと発生しましたが、もともと澤さん止まっちゃった、ちょっと止まっちゃったね今。澤さん一瞬聞こえなかったんだけど、それは僕の方がなのかな。あ、大丈夫です。大丈夫ですか、はい、今大丈夫ですか。はい、まあ、だからなんかあれなんですよね、だからそのマスマティクスってやっぱりそのものを考えるっていうことだっていうお話をちょっとしたと思うんですけど、なんかそのどうしても数字を使う方の議論にだんだんなってしまっていて、やっぱりそのものの考え方みたいなところで数学を学ぶ機会っていうのをぜひ増やしたいなっていうのが、まあ、私の何とか教育に今関わっている時のお話なので、まあ、その辺が今日伝わったのかな、なんかちょっと嬉しいなと思いました。はい、じゃあ一応、まあ、ちょっと1時間予定が13分ぐらいオーバーはしていますけれども、はい、この辺でじゃあ今日のサロンデスゲン第2回、終了ということでよろしいですかね。はい、ですかね、はいはい、じゃあ皆さんありがとうございます。で次回、実は次回がですね9月の12日に予定しています。もしかしたら合図からお送りするかもしれないというですね、スペシャルなメニューでできるんじゃないかなという感じでいますので、また告知させていただきますので、一応次回はまあ古川が建築の話という話になってるんですが、もしかしたらランドスケープの話、ゲットスペシャルゲストでランドスケープの話になるかもしれませんし、またいろんな話題を提供できればと思っています。ぜひまたご参加くださいというわけで、はい、今日はこの辺で澤さんにじゃあ拍手を皆さんお送りしてありがとうございました。ありがとうございました澤さん、はい、またいろんなところで話すのでぜひ聞いてください。はい、はい、じゃあこんなところで皆さん退出をしていただければと思います。はい、よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。